始まりました深夜15の壺。皆さんいかがお過ごしでしょうか。クリス・タッカーです。今回のエピソードタイトルにもなっているように、 Go の過去形、あ、英語ですね、英語の Go の過去形が Went ってどういうことなんだということですね、いうことですねっていうか、まあ、皆さんそのように思ったことはございませんでしょうか。 Go と Went なんか、まあ、発音も違えば綴りも違うっていうことでね、まるで別の単語みたいですよね。で、実際ね、もともと別の単語だったんですね、マジで。この went というのはもともと go とは関係のない単語で、まあ、関係ないっていうか、まあ、意味としては似てるんですよね。行くみたいな意味だったそうなんですけど、まあ、意味は似てるけど全く別個の単語を、まあ、過去形として用いてるということなんですね。では昔の英語に遡れば、 go っていうのはその go do みたいなね、ちゃんとした歴史とした過去形があったのかというと、これもねそういうわけではなかったようです。 go っていうのはそもそも過去形は持たない、現在形しかないみたいな、まあそういった動詞だったらしいんですね。じゃあその過去形は何を使っていたかというと、 went とは別にまた別個の動詞を過去形として使っていたらしいです。音としてはエオでみたいな、まあ、そういった単語だったらしいんですね。まあ、昔の英語は過去形にも認証変化があったので、その認証によって多少音は違うんですけど、まあ、一人称とか三人称だとエオでみたいな過去形だったらしいんですね。で、そのエオでがいなくなっちゃって、代わりにまた別の動詞 went を過去形で用いるようになり、現在に至っているということなんですね。まあ、昔から go っていうのはそれ自身の過去形みたいなのは、まあ、なかったということです。英語って時々こういうことがありますよね。あとは be 動詞ね、 am とか is とか are とか過去形の was とか were とか、こういったものがすべて同じ動詞ですと言われても、まあ、ピンとこないですよね。まるで別個の動詞みたいじゃないかということですが、これもね、話は一緒なんですよ。実際別の動詞だったみたいなんですね。B 動詞の過去形の was とか were に由来するのは、もともととどまるみたいな意味の動詞だったらしいです。で、それを過去形として用いていって、まあなんだかんだで現在に至っているということです。深夜15のツボ、こういうふうに語根を共有しないっていうふうに言うんですけど、語根を共有しない、違う語根を用いて語形変化しているっていうようなものを言語学では補充形と言います。まあ補充法ということもありますかね。まあ一種の不規則と言ってもいいかと思います。普通の動詞だったら、walk、歩くに対して walked みたいに、まあ ed を綴りの上ではつけるわけですけど、こういうふうに現在形過去形とかで語根を共有してるんですよね。で、それがはっきりわかるんですけど、補充形と言われるものは歴史的に語根が、まあ異なるということで、まあ、言語ってね、そういったことが時々あるんですね。英語で補充形が観察されるのは、あとは形容詞の比較級とか最上級とかで、good とか、あるいは well の比較級が better で、最上級が best とかね、bad に対して worst とかね、まあこういったものですけど、これらもやはり歴史的には別個の単語から持ってきているようです。ただ英語という言語においては、まあそれはそれである意味問題ないというか、まあきちんとパラダイムをなしてるんですね。まあパラダイムをなすというのは、まあ表になってるというか、まあ他の単語と同じように表が埋まってるので、
まあ、不規則でも構わないし、母語話者にとっては、まあ、言語が規則的か不規則的かっていうのはそんな関係ないんですよね。では、日本語にこの補充形というのがあるかというと、過去形の時に変なのが出るっていうのはないと思います。多分。まあ、過去形の時にはないですけど、例えば、可能動詞では補充形が使われると言われていて、可能動詞とか可能形と言われるのは、例えば、行くに対して行ける、飲むに対して飲めるみたいに、まあ、エダンの音が出てくるような動詞ですね。で、割とそういうのは規則的に作られるんですけど、するっていう動詞は、すれるっていうのがないんですよね。そうではなくて、するに対してはできるっていう動詞が使われます。まあ、これは全然違う語根が使われてますので、補充形と言えると思います。あとは動詞の自他対応っていうのも、まあ一応そういうのがあるかなと思いますね。落ちる落とすとかね。上がる上げるとか、閉まる閉めるとかね。まあこういう自動詞と他動詞のペアっていうのは語根を共有していることが、まあ非常に多いんですけど、死ぬと殺すっていうのは補充形と言えると思います。まあ死ぬに対して死なすっていう他動詞があってもおかしくないし、まあ、あるいは殺すという他動詞に対して、殺さるみたいな自動詞があってもおかしくないです。で、もしそういう状況だったら、まあ、規則的な自他対応みたいに言うことができるんですけど、まあ、死ぬと殺すっていうのは全く語根が違うペアになってますので、補充形ということです。そんぐらいかな。あ、でもね、敬語はかなり補充形が多いかなと思いますね。例えば尊敬語で考えてみますと、例えば投げるっていうのを尊敬語にすると、お投げになるっていうふうに、このお何々になるっていう言い方すれば、まあ一応尊敬語ができるんですけど、見るの尊敬語はご覧になるとかね。食べるだったら召し上がるみたいに、まあ全然違う形を尊敬語で使うので、まあこれは補充形ですね。で、謙譲語も一緒ですね。言うに対して申し上げるとか、まあそういったものですけど、まあこれも語根を共有してないので補充形ということができます。あ、だから日本語は敬語を見ると補充形はかなり多いかなと思いますね。滋賀十五のツボ。で、先ほどちょっと言いましたけど、まあ母語話者にとっては補充形かどうかっていうのは、まあ結構どうでもいいんですよね。まあ規則的だろうが補充形だろうが正しい形しか口から出ないのでいいんですけど、まあ敬語はちょっとどうかな。時々間違った使い方とかするので、まあ補充形がもしかしたらそういった間違った敬語の使い方の一因になってるかもしれません。それと、補充形が観察されるのは基本的な単語、基礎的な単語っていうのが多いと思いますね。B 動詞もそうですし、まあ go みたいな行くとかね。あるいは good と bad もそうだし、敬語で補充形が観察されるのも、やっぱり見るとか食べるとか、まあ言うとかね、そういった基本的な単語なので、まあそういったところに補充形が観察されるっていうふうに、まあ多分一般化できると思うんですけどね。というわけで今回は、まあ規則的な言語の中で、ある意味不規則な部分ともね、そんな風に言えそうな補充形のお話でございました。それではまた次回のエピソードでお会いいたしましょう。番組フォローも忘れずよろしくお願いします。お相手はシンガ15でした。